おはようございます。今ね、カヌヤのね、リーナシティに来てます。リーナシティに、めっちゃいいクリーニング屋さんがあるんですよ。めっちゃいいんですか？めっちゃいいって分からんけどね。めっちゃいいって言っとかないといけないみたいな。俺がね、あの可愛がってる家族がいるんですよ、それをクリーニングしてもらいたいなと思って。家族のクリーニング。そういうことか。頭が回んないまだ。まあとりあえず行きましょう。パー君って言うんだよ。パー君。パー君。参拝箱にいたわけ、パー君が。何ですかこれ。何かもわからないよこれ。これ出しいのかな。はい、出してください。これ何ですかこれ。うーわ、ちょっと待って。よし、こいつ洗いに行く。やばい。お前歩けってパー君。当たり前ないさすってよ。ちょっと。何があった？何十人聞いたの？違う、閉まってるマジっすか。買い方ドライさんなんだけど、何十人聞いたの？閉まっちゃうよこれ。閉まってるし恥ずかしい。閉まるのこれ。あ、閉まってる。いいの見る。行きましょう。ここのオーナーに電話して、出ないが。おはようございます。おはようございます。今リナシーに来てんだけどさ、閉まってんですけど。ありがとうございます。閉まってます。うん。このこの店苦戦してて定期便があるんですよ。あ、苦戦してないこの店。今どこいるんですか、社長は。今樽水なんですよ。樽水で今から来ますんで。わ、嬉しい。ちょっともう汗かいてるのでちょっと僕不機嫌ですけど。今から向かいますね、じゃあね。あ、わかりました。お願いします。はい。まあこういうことですね。行きましょうか。垂れ水に入ってきました。パー君が気になるかね。門前払いもありますかね。まあこの客はパーですね。あ、なるほど。はい、よいしょよいしょ。おセブンがあるよ垂れ水。いやバカにすぎでしょ。綺麗だね桜島がね。ちょっとやば。あ、あったあったあった、あれじゃない。あ、いますね。大きなやつね。あ、ここがここが、あ、すげえでかっ、でかっ、なんかビル、自社ビル、自社ビルじゃないですか。めっちゃでかいよ。やばっ、でかいね。着きました。アマチン TV 買い方ドライさんに到着いたしました。でかい、カノヤから約30分ぐらいかな、はい、遠いわ。なんか歴史のあるような感じやな。そうっすね。こんにちは、何この月品さんたち。やば、汗かいてて、はい、ありがとうございます。これもクリーニングしてほしいんですけど。はい、かしこまりました。これですか。店長ですか。これをお願いしたいんですけど。匂い嗅いでもちょっといいですか。いいよいいよ。ちょっと匂いは消す、汗を取る、シミ洗いがあるので、そちらをちょっと、グラス300円で。じゃあちょっとここグラス使っていいけど。これで支払いでいいですか。2000円。お釣りが、お釣りが、お釣りが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 。何これ、何これ、やば、わかんないし、意味がわかんない。この父湯が揃えてて、これがお気に入りみたいなんですよ。これも。おお、すげえ。スカとかなんか言って、ちょっとよく。すごいなお父さん。触った人初めてですよ。あ、そう。はあ、もう。じゃあもう直してくるわ。なるぞ。違いますよね。いや、だって今日。まあね、実を言うと、もう一個あるんですよ。何クリーニング？もう一個クリーニングあったんです。これをクリーニングしてもらうとね。これをクリーニング。これはクリーニング写真ですよ。いや、すごい。洗えるんですかね。ですかね。門前払いですかね。アマチン TV。うわ、どうすんの。すごいな。結構あれですね、生地が傷んでますね。あ、そう。洗えないものは基本ないんですよ。ああ、なるほど。洗わないものはあるんですよ。洗えないものはないけど、洗いたくないものもありますよね。だよね。うわ、すげえ。すごいな、これ。
わこれ。これで上がるの？入るの？無理ですね社長これ。無理です。もしもないですね。洗わない。洗わないですね。洗わないですね。大ファンです。ありがとうございます。はじめまして。もう怖いです。可愛いですね。可愛いです。やばくすげえ。逆ですよ母さん。そう逆にわざと来てるんです。ですよね。私にもつけてほしい。なるほど。マジで。センちゃん見てる。かかとドラすごいんですよ。そうですか。自衛隊の服も洗濯してるし、ほう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 、もう病院関係もしてるし、みんなに貢献してるんですよ。確かに。ね、あの見てください。あ本当に嬉しい。俺も嬉しい。俺も嬉しい。ナメクがアワチン TV タイラーメンいただきます。皆さんでありがとうございます。嬉しいですよ。うまそう。うん、うまっ。やがすいや、やがすいや。今までクリーニングのですよ。アマキンさんが出したやつ。アマキンさんが出したやつ。かわいい。何歳でしょうか。1歳は。1歳は。2。もうすぐに2は。2。ラッキュー食べる。名前なんていうの。サラです。サラちゃん。サラです。ご飯はね、サラを持って食べるんだよ。昭和かって。海型ドライさんの屋上に来たんですけど、これ長くある？これうお、はいですね、桜島の。はい、じゃあやめましょう。サインもらっていいですか。サインが似合ってないけど、これできたらいいの。あ、待って待って待って。何え、後ろが、後ろに書いてある。ここに書いて欲しかったです。ここに、あ、ここに、ここに書いて。間違えたんだけど。非常に欲しかったんですよ。コテコテの芸でしたね、今のね。油性ですよ、これ油性。うわ、油性。うん、買い方ドライ。しかもでかい。ちょっとやってみます。グリーニング事業してて良かったことなんですか。良かったこと、やっぱりありがとうって言われることですね。あの、シミ抜きとか、うん、取れなかったものが取れたとか。あー、でも機械はするんですよね。いや、違いますよ。違いますね。これがシミ抜きの機械。お、すげえ。吸ってるんですよ。で、薬品が40種類あるんですよ、今これ。安全の薬品です。どれを使うかによって、うん、取れるか取れないかっていうのが結構変わってくるんですよ。で、この組み合わせもあります。まずこれを先に使って、これを使うとか。なので、インクなので、まず油を取ります。もうこうやって滲んできますね。本当だ。すげえ。薬品。なんだこりゃ。ちょっと範囲が広いのでまだまだかかるんだけど。これでちょっとずつ取っていきます。油性が取れたから今度水で洗えば完全にもう分からなくなる。これでね。そうです。機械がやるんでしょっていうことはないですよ。なるほど。ね、一個一個これをね。そうです。視聴者にクリーニングがこういうところに持っていった方がいいよとか、まあ自分のアピールないですよ。全体的なやつですね。全体的な真面目な話。うんうんうん、真面目な話で言うと、あの短めね。短め、長く長くなる。ドライクリーニングっていうのは油で洗うんですよ。一回一回捨てるわけじゃないですよ、洗った後。一度洗ったものでまた再度きれいな洋服を洗うっていう。汚い水です。そうなんですよ。で、うちはあのそのコンピューター管理に鹿児島県で初めて成功したっていう。汚れてたらもうエラーが出て機械が動かないっていう。それを成功して。なるほど。なんか何これやば。ワイシャツなんですけど。やれ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 。何すんのこれ。袖を使います。アイロン。これ襟と袖のやるん。すごっ。200度、300度、高温で当てるから針がある。
で、袖の材料としてこれボディビュー、すげえ、これなんすか、体の人間の体の形の、すげえ、いやいやいや、なにこれ、やば、これで形整えて袖おお、すげえ、やばいやばいやばい、すごいすごい、おお、なにこれ、シワ伸ばしてんの、これアイロンになります、これアイロンなんだ、すげえ、これもいいわけ、すごっ、これ一家に一台あればいいですね。一家に一台合わせて500万です。テアロンだと1枚につき10分ぐらいかかるんですよ。うん、それこれだと1枚1分弱。きれい。細かいところは手でやっぱりなっていく。なるほど。ああ、もうこういう時はもう一日で300万、400万。楽ですね、これ。楽じゃ楽で。微妙な調整が。じゃあ次今から入りますから、ね。伸びない。今何店舗あるんですか、買い方ドライは。一般の方が利用できるのは13店舗ぐらいかな。で、鹿児島県内に、県内に一番、いや、一番じゃない、一番じゃなかったじゃないですよ正直一番頑張ります一番じゃないけど、一番綺麗にする自信あるってことですね。そうです、そうです、毎回新品の駅で余ってます。免許いるんですか。免許いります。クリーニングシティっていう近くの免許があります。あ、いるんだ。やっぱり本当にクリーニング屋さんなんですね。そうですコースだけ。はい、こちら東海店に甘金店で持ってきます。はい、これはあのあれですね、金やってんですね。袋詰めです。すげえ。こうやってすんの。そうなんですよ、一枚一枚。はみ出てますよ。ちょっとこの部分を長めに出す。なるほど。ここは。います。おお、素晴らしい。なんかエピソードないですか、面白いエピソードとか。エピソードありますよ。鹿児島県警からの依頼金、ある強盗犯が犯行後に、あの着てた洋服を川に投げて捨てたんですよ、はははは、証拠隠滅のために、はははそれが半年後に見つかった、ははすっごい真っ黒汚れてるんですよ。それをどこのクリーニング屋に出しても取れないから、どうにかきれいにしてくれということで、大隅の家まではるばる持ってきてくれて、あの1週間かけてすっごいきれいにもう新品のようにして返したら、それがきっかけで、あの防犯カメラに映ったのと比べてみたら、やっぱこの犯人だっていうのが分かって。すげえ。それは笑いと思いきやいい話でした取り上がったそうなんですよ。あのニュースで見た時も取り上がったと思います。何年前の強盗犯逮捕っていうのは。あ、じゃあ取れない洗濯物が鹿児島県だったら、買い方どれでもできたら絶対取れるそうです。絶対。嘘でしょ。取れないシミはないです。ない。取らないシミありこれ何ですか。これ乾燥機なんですけどね、うん、あの普通タンブリングって言ってコリンランドリーとか回しながら、あれだと生地が傷んだりとかボタンが割れたりとかするので、これはハンガーにかけた状態揺さぶるんだ。そうです。これで乾かしていく。すげえ。もういやよいやよ中年かもういやよいやよって。中入ります。いやいやいや入ります、入ります。いやよいやよ1日で今3000枚です。3000枚1日で売上的にはどうなんですか、いいんですか。いや、横ばいで今ちょっと上がってきます。ガッチリですっていうテレビのだけ。あ、違うの。やっぱり苦戦してる地域があるので。ああ、苦戦してる地域はどこですか。それがですね、甘金の地元地元の大隅半島大隅半島の皆さん頼みますよ。お願いします。わ、ジョージさんの名刺に温泉ソムリエってあるんだけど、これネタなんですけどね。ネタ、あの種目寿司買い方って温泉の質がすごくいいんですよ。なのでそれをアピールするために、やっぱり素人がいくら説明しても説得力にかけるということで資格を取って。なるほど。アピールします。もう一つ言いたいことあるんだけど。まだこれ一番地なんですよ、ここは。そうなんですよ、買い方の。そうなんですよ。すごい一番地で。本当だ。温泉ソムリエで。ソムリエに行って。なぜか今スタッフに渡されましたけど意味わかんない。これ何人、それいっぱいいるんですか。結構いますよ。あ、いっぱいだけ。受講すれば取れます。価値ないし今ね、ちょっとね、プレゼントを流してくれないって言ったら、とりあえず大隅半島の3店舗、金谷のリナシティ店、サンキューほとぶき店、太陽にシェア店に買い方ドライヤーさんがあるので、
あ、まあ金曜日だっつってそこに洗い物を持って行って、そしたら300円もしお釣りが来たらその100円は100円札にしてくれるって、まあ難しいね誰が欲しいとよって話なんだけどさ期間限定で、この動画が配信されて1ヶ月ぐらいですね、クリーニングを持っていったらお釣りが1枚は100円札で返ってくるという、まあなんでコアなプレゼントでしょうこれですね、先ほど甘銀のって言ったらもらえる100円札、これはなかなかないよね。え、じゃあ社長の部屋に行くわ。ちょっとおすごいすごい見てこれ、これ社長何これ、この冷蔵が年に1回初蔵出し、うん、一番最初に作った装置はこれで送ってくる。あ、社長のとこに、毎年一番最初作ったやつを、そう、ここに買い方どれに持ってくるんですか。そう、ほんではがき付きやよ。今年も温かいお心に支えられまして新酒蔵出しを迎えることができましたが、心より感謝申し上げます。蔵出し前にぜひ、蔵出し前に最初にここに盛り出くるんですって。皆さんすごい、すごい、なんでそんなにすごいんですか社長。私はお付き合いが、あら、ロレックスがないね俺があげますよこれこれが大森蔵から第1話ここに届くというね、ただの八方広ですもんね。それ価値があるんだ、価値があるんだってこれが中身よりこれがあるんだっちゃうけどすげえ価値ないし意味やかんこれすごいでしょ。何でしてるかしたら、欲しいって言われたら社長はいい人だからくれないといけないなって、だからこれ絶対押さないでください放送ではですね。はい、オッケーこれ何でこの赤は、あー買い方宗教のやつだよこれすげえ。そうね、今時ないですよ鯉とか松とかここで鯉を見ている人がヤギが鳴くでしょ、ヤギがいるち分からずに鯉見ながら鯉は焦げになっとんな明治二人を鯉見ながらバランスはめちゃくちゃだもんね。ヤシの木に松があったりさペーペーの横にさ古い金があったりとかさ、もう気が分からんこんや本当だ、わーすげえ無だわーすごいわこれ無だ無だったんでこれこれいくらですか。貧乏人には言えないくださいよ剥がないからこんなあの買い方ドラに歯を持ってきます買い方クリニックを作ろうかな俺隣に金あるけど歯がないじゃんですよアマチン TV エピウィーク買い方ドライツアー、はい、やばかったねこれね。500円チケットが20枚で1万、じゃあ3店舗中でじゃあ3万円分お買います。お、はい、ありがとうございます持ち売り3万円分ありがとうございます。3万円分なクリーニングをするやつはマキンが買うので、はい、1人につき500円プレゼントしますので選択をですね。ありがとうございます。お、聞いてないよいや面白いないよなカメラの前だからなかつ100円札をあげるそうです、はい、ぜひ買い方のクリーニングよろしくお願いします。